はい、皆さん、こんにちは。今日はね、Build to the Other Side っていう配布ワルトです。なんか紹介動画みたいなやつ見たら多分、崖、向こう岸に、ちゃうな。語彙力が皆無。まあ、なんか、そこら中にあるブロックつなげて、向こう岸に渡れみたいな感じだと思うんだよね。いや、この説明だとみんな見なくなっちゃうな。黙っていこうか。はい、Build to the Other Side。おー、なんか、おせみたいな書いてんね。ちょっと一応説明文読むわ。Welcome to Build to the Other Side. There are 18 free possible levels that you can complete. Each level pushes your critical thinking skill. はあはあはあ。But there are hints if you get stuck. Use third person to see. なるほど。三人称視点にしたらヒントがゲットできるみたいな。ガンガン使うよ俺。気にせず。Considerations are in place to prevent cheating, but try not to. If you むずいんじゃ英語。そんな読めんのよ。If you flip the items to pass, did you really figure out the puzzle? Random tick speed is zero, so plants won't grow, etc. Play on peaceful, so silverfish don't spawn from infested ground. Have fun. レベル1だけど、こっちだよね、まずは。押すわ。とりあえず、スタートボタンを押します。おお。あ、右側にタイマーがある。なにこれ。そういう系？やべ、急ぐぞ。レベル1、easy as you think。オッケー、行きましょう。これはね、掘れるんだよね。とりあえずここの土全部集めようか。まあレベル1はね、こういうもんだよね。今、土ブロックを掘りながら俺はオープニングトークで俺喋りすぎなんじゃねえかって思ってきた。大丈夫かな？コメント欄で教えてください。前振り長えよみたいな。よし、もう、愚直に行くぜ。はい、もういけそうだね。おっしゃ、クリアだね、多分。レベル2、Not as Lemon Squeezy。ちょっと俺、アズとかあんまわかんない。うわー。いや、この音楽一番最後に流すよ。毎回やんの、これ。同じ感じだな。多分ここは掘れなくなってね。ここにあるやつだけ掘れるみたいな。とりあえず、木と石でツルハシ作れってことかな？でも石炭だってどうすればいいんだろう。ちょ、タイマーあんの初めてだな。俺がめちゃめちゃ時間かかってんのバレちゃうじゃん、これ。いっつも編集で10分ぐらいにさ、してんのに。とりあえず木のツルハシ作って、まあまた愚直に掘っていきましょうか。あれなのかな？タイムを気にせずやればもしかして簡単にクリアできるみたいな。とてもだけど俺タイム気にしながらできんわ。下手くそすぎて。ああ、そういえば石炭も石炭ブロックっていう風にできるな。わからんけど。まあ並べるだけ並べてみようか。まあまだ足りないね。なんとなく石は取っとこう。もしかしたら石のつらしが必要になるかもしれないから。ああ、やっぱ石炭ブロックできるね。よし、石炭も取るか、じゃあ。いや、これタイムアタック意識してたら絶対このやり方ダメなんだろうな。1、2。まだまだ届かんな。いや、俺だって石のつらし作りてえさ。みんな思ってんのかもしれないけど。もしかしたらでも何かに使う可能性がなきにしもあらずじゃん。ちんたらやってるか半端ね。ハーフブロック使っちゃおう。さすがにハーフブロックいらねえだろ。もういけるだろ、これいくぜ。少しでも、あ、待ってガチ。あっぶね。死んじゃった。つくしゃ。急がば回れってやつだわ。いや、もう石ブロックもいらないんじゃないの？もうやっちゃおっかな。やっちゃうか。もう、結局。ここに石ブロックを使っていくスタイル。よし。クリアだろ、もう。なんだったんだよ。うわあ。マイレベル騒がしいな。樽。なるほど、わかりました。小麦ブロックでいけということですね。了解です。まあ、シンプルに小麦ブロックでいってやろうじゃんか。今回、多分ね、あっちに行く方法はもう人それぞれって感じだろうな。この木掘って、石掘ってでもいいし。タイムアタックガチ勢はだからもう厳選してんだろうね、やり方を。今回ね、リセットボタンがあるから、積むようなことしても別に大丈夫だ、そういえば。はい。これあっちまでやんの相当だるいな。あれ？やべえ、もうコップねえじゃん。あれ？そんな使った？まずい。結局石は掘んなきゃダメかもな。あらららっつって。しゃあないな。また掘んのかよ、もう。はっ！石取れない。マジか。やばくね？これ、小麦じゃなくてさ、木にコップを与えた方が早くね？ちょっとそっちやってみよう。せっかくね、リセットボタンもあんだし。あ、リセットされた。俺の予想だと、もうのろまにやる奴らは干し草を作ってやると。でもガチ勢はこの木をね育てて、それで板材であっちに行くと思うんだよね。やっぱこういうなんか正解が何個かあるやつはね面白いね。ここにあれ木、はい、来た来た来た。これを置きます。あれあれ、まさかまさか、あれそんなダメなルールあったっけえ、制限されてる、もしかして。あれどんだけ育たねえんだよお前じゃあダメじゃん。ちょっともう一回リセットするわ。結局小麦ブロック相当しんどいぞこれ。どうしよう無駄なことしたんかな。ちょっともう一回小麦育てるわ。足りんのかな、めっちゃ不安なんだけど作業台もちゃんと足場にする。いや、いけるかな。うわ、いけねえわ。いや待って、ここの土まだ掘れるもんな。この土で足りなかったら絶望よ。結構多分でもね合ってんのかもな、こういうゲームで。もしかしたらもっといいやり方あるのかもしれんけど。これで入った。なんか間抜けなやり方でやってる気がするわ。まあいいでしょ、行きましょう。レベル4 There must be レジギガスみたいな声出てなかった俺今。 There must be 違うかまたなんか俺さっきと同じじゃない？水ねえから無理じゃん。何やってるかわかんないでしょ多分みんな俺もどうなってんのかわかんないのよこれ。あ、ちょっと待って、わかった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 。一回リセットする。ごめん、今回こそ葉っぱ出ないこれ。もう違うの、俺今回こそこの木育てんのかと思ったんだけど。なんだ、なんかあっちにあるぞ。こっち行ってみるか、俺の直感を信じて。何かがある気がする。何もなかった何もねえじゃねえかよ。ちょっと使ってみようか。三人称視点にするとヒントがどうのこうのみたいな。なんもねえじゃねえか。なんとなく死んでみた。なんか完全に難関来ましたね。完全にこの土ブロックだけじゃあっちに行けないんだよね。いや俺はてっきり今回こそさ、この草から木の苗がもらえてコップンで育てていくんかと思ったんだけど、出てこねえんだよなこれ。これ誰かわかんの見てる人たちは気づいてんのか。骨ブロックってコップンから作れねえよな。おお、作れるなんだよマジうわ、じゃあさっきもできたじゃんこれで。めちゃめちゃ作れるし、しかも絶対これだわ。うわー、騙された。なんか騙されたけど気持ちいい。これはもらったろさすがに。悔しいわ、なんか完全に騙されたねいやでも面白適度に難しいやつは面白いわやっぱ。小麦の種は完全なブラフだったね。気づけた人いんのか。うわー、マジ騙された。レベル5クリアリースカイブロック。おお、かの有名なスカイブロックじゃないですか。じゃあ待って待って、絶対足りねえじゃんあそこまで行くのはさすがに。丸石3つ。いやとりあえず石のつるはし作ってみようか。はい、石のつるはし。いやこれでね鉄のつるはしとかは作れるけど。あ、わかった。危ねえ、また騙されるとこだったぜ。わかったよ、これは明らかに鉄のつるはし作らせようとしてるけど、実はハサミだ。ハサミで草ブロックでいくってことじゃざまあみろ。騙されなかったぜ俺は今回は。ほらほらほら、しゃー絶対見てるみんな騙されたろいやー、これはねこっちなんですよ。はいはい、もう余裕でいけます。いっちゃん気持ちかった今。レベル6コンストラクションヤード。なんだっけ。毎度うるさいな。ガラスにできるね。砂利は無理だよね。まあガラスにしろみたいな感じかな。でも足りないだろうこれ、この燃料が。なんかしっくりこないな。あれカーペット燃やせんの。うわ、燃やせんだ、マジか。なんかちょっと希望ありそうとしたら。いやなんかにしても足りない気がすんな。あれ待って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 、あっぶね。ガラスってさ、板ガラスみたいにできなかったっけ、薄いのめっちゃ大量に。それだ絶対。いやもう一回やり直さんといけんだる。いやでも分かったわ。あれだよ、板ガラスみたいなのあんじゃん。絶対あれ。このなんか砂利とかさ、サボテンとか置いてさ、ブラフをたくさんかけてくるのうまいよな、この作者。ポーカーめっちゃ強そう。大丈夫か？足りるか？ 7 個じゃ無理じゃない？ 8 個必要じゃなかったっけ？嘘。ちょっともうちょっと燃やさせてくれや。ちょっと待ってくれ。もう一回。この8個をなんとか燃やせればいけると思うんだけどな。あと4個いけないかな。早いよ。カーペット燃える速度尋常じゃないぐらい早い。うわー、足りねえ。なんならさっきより1個足んねえ。あと気合で2個焼けてくんねえか。あれできんじゃんにしても16個か。でももう1個無駄に置いてんじゃん、バカ。何やってんの。いやでもここまで来ればワンチャンありそう。あんじゃね、ワンチャン。あ、サボテンブロックス置けねえじゃん。間違った。足んないかな。いやなんか足んないな、多分。うっそー。絶対板ガラスで合ってると思ったんだけど。いやでも足りんのか。ちょっとごめん、めっちゃ下ってる。もう一回しっかりやるわ。いやでもやっぱ6個しか釣れないなんでさっき7個作れた？わけわかんねえな。ガラス板なのは絶対間違いないよな、とりあえず。砂全部取ってあそこに縦に重ねるか？もういいよ。ここまで来たら愚直なやり方やってやるぜ。考える中で一番頭の悪いやり方。俺にふさわしいじゃねえかやってやるよ。よし、全部取ってやった。こいつらは素手だとブロック化できないから。まず、板ガラス。そして、いや、いける気がしないな。土じゃねえ、岩。いや無理じゃん。ありなんこのやり方、そもそも。ああ一番下降りたらダメなんだ。あ、まだ残った状態か。だからさ、俺これマジずるいのかもしれないけど、いや違う。もうこうしてここまで死なないと。で、もうここで上に上がってっちゃう。ほらありこれもう知らんわ。いやありでしょ、だって何でもありだもん。俺の勝ちだよしよっしゃすでに51分レベル6で。どうしよっかな。18個あるからステージが6個ずつ分けようと思います。だから3本合計っていうことで、パート1レベル1からレベル6までクリアしましたレベル6クソみたいなやり方だったけど、いやこれは俺の勝ちってことでしょ。要は逆にもうあそこのやり方、それからどのレベルでもいいから、実はこういうやり方ありましたよっていうのあったらコメントでぜひ教えてください。はい、ということで、じゃあ次回パート2で会いましょう。お疲れっす。